はい、どうもカメラトークです。今日はですね、はい、出てます、フェイユーのポケット 2S。 はいね、これ見た時、おお、なんだこういうまた面白いもん出てきたなっていうのがすごく第一印象で、まあ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 、今こうやって見てても結構皆さんね、先行購入じゃないけど幕開けでねやってんだなと思って、そう、うん、これをねちょっとこう掘り下げていきたいなって、どこがすごいのかな、面白いのかっていうのをね、なんか話せていけたらいいかなと思ってます。よろしくお願いします。はい、っていうことで飲んでます相変わらず飲みながらなんでグダグダだし、酔っ払いながら好き勝手なこと言ってるだけなんですけど、そこは許してくださいね。当然このチャンネルそういうチャンネルなんで。で、このフェイユーポケット 2S はね、これはねちょっとお面白いって正直ねすごい思いました。これどこかな、こっちの下の方、うん、あのセパレートになるってほーと思って、これはねすごくねちょっとねワクワクしました。こう出るよってなった時に、ただいきなりなんかすごいただとか言い出してあれだけど、本当によーくその考えてみたんですよ。セパレートでできる利点、そうじゃないと本当にそれが一番生きるシチュエーションなんだろうとか考えたんですけど、あのこの幕開けのねレビューとか、こういうなんつうのかな、そのこういうことができますよっていうね、この動画もそうなんだけど、え、これ GoPro ってできなくねみたいな、そう、割とうーん、なんかこうどのシチュエーションにおいてもなんかこうそのセパレートでこうできるシチュエーションが、まあ、そのメリット、すっげえ面白い絵が撮れるとかってなんかねぶっちゃけ思い浮かばなかったんですよなんかね、あのそれ GoPro でほぼできなくねっていうのが僕の本音、最終的な結論、なんか見てて。で、一点だけ惜しいなと思ってるのが、やっぱりね、ケーブルなんですよ。もし仮にケーブルがなくて、切り離して、ある程度の範囲内で、その遠隔できるってなったら、これは、あの、もう、桁違いにすごいかなっては思います。うん。小さいしね、カメラ部分が。なんだけど、もうケーブルがそもそもある時点で、ここにもあるように、もうなんかここに本体つけて、ここにカメラって、いや、それここに GoPro でよくねみたいな、なんだろうな、一見すごいんだけど、こう、割と俺の中で、なんかこう、なんだろう、置き換えられなかった。お、これすげえ、いや、待てよ、これって、GoPro でできるじゃん、これ何が違うんだろうみたいなところで、なんかこの本当にセパレートになるメリットっていうのがなんかね突っ込んで考えても思い浮かばなかったです。本当に GoPro で全部置き換えられるんじゃねみたいな感じ、うん、で結局ねこれはその他、やっぱりもういつものことですけども、僕が別に持ってるわけじゃないので、あの他のレビューの方のこう画像とか見てても、まあ、これも DJI ポケットと2と比べても全然画質、全然ってわけじゃないけど、画質やっぱり全然下かな正直な話、うん、なんかねすごく中途半端あの画質ももうちょっと良ければ良かったし、ただそこのケーブルなきゃこれすごかったのになっていうね、本当に、うん、まあ、ケーブル自体は90センチぐらいあるのか、だから割となんとなくできることは多少あると思う、あるんだけど、いやわざわざでも GoPro だったら何でもそれ全部カバーできるし、
画質で言うんだったら DJ ポケット2でいいんじゃねっていう風になって、なんかこうあーっていう、初めはねすごい面白いと思ったんですけどね。なんかね、僕の中で見れば見るほど、なんだろう、こう無理くり感がすごい、やっぱりそう感じた時にすごく無理くりな感じがしてしょうがない、かな。だからそれぐらいその GoPro のね、あの手ぶれ補正もすごいどん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 良くなってるから、なんかこう、電子ジンバルである必要性がどこまであるか、まあもちろん日中であれば GoPro 無敵だけどね、あのちょっと暗くなるともう暗所は全くダメで、そこは電子ジンバルのあのこうアドバンテージはあるとは思うんだけど、なんかっていう気がしてしょうがないです。そうで、つらつら見てってもなんだろうな、なんかもう一個ねえ、切りがセパレートできるっていう時点でワクワクするんだけど、よく考えていくと、いや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 、その線邪魔じゃないみたいなのとか、もうこれがあることによってなんかもっといっぱいできることを想像したのに結局できなくて、それって GoPro でいいじゃんにたどり着いちゃう自分がいて、なんか僕の中では初めおーと思ったけど、シューっていうのが本音。ただね、結構いいところもあるはあるんですよ。これ見てるとここに乗っかっていくか分かんないんですけど、なんだろうな、まずはそのウェブカメラとして使えるっていうのが結構おって思って、DJ ポケットが同じような、まあセパレートしなかったとしても2っていうタイプはセパレートしないやつなんだけども、そう考えた時に DJ ポケットってあのウェブカメラとして使えないんですよ、僕が知る限りね。やり方がわかる、あるんだよっていう人いたら教えてください。僕はね本当に見てんだけどどうもなくて、で、できたらいいのになと思ってる人なんだけどもできない。ただそれがやっぱり今回このね、フェイユーポケット 2S は 2S じゃないか、まあ両方かな、2ができるので、ウェブカメラとして使えるっていうのはもうすごいストレートにいいよなと思うんですよね。で、あとやっぱりそのセパレートが生きるシチュエーション、これは本当に限定的になるだろうけども GoPro では賄えなくて、その電子ジンバルとしてのセパレートが生きるシチュエーションを見出せる人がいれば、そういう人は多分唯一無二のガジェットになると思うんでね、それはすごいいいと思う。なんかそれぐらいしか本当になんか見当たらないかな、正直な話。そうで、マグネットっていうのもね、このマグネットはいいけど、別にそれって GoPro でマグネットでくっつくやつ、くっつけたらそれでおしまいなような気がしなくもないっていうので終わっちゃうし、僕の中ではね、なんだろうな、もうなんかね、面白いって思って突っ込んでったら、なんか意外とそっか、これ GoPro に置き換えられるよなって。で、本当にね、有線なのがねもったいない。これもしその有線じゃなかったらすごいと思う。あのそれこそいろいろ考えられるような気がする。なんだろうな、画質が落ちちゃうことも無線であるっていう時点で多少目つぶれるし、本当にね、有線なのが惜しいな。これ無線だったら本当面白いと思った。なんかね。で、ただ最後に言うことが一個あるんだとすると、僕はやっぱりね、でもね、すごいなって正直思うのは、こういうある意味破天荒なあのガジェットをこう惜しげもなくというか躊躇もなく出してくる中国っていう国のそのメーカーの考え方、姿勢がすげえなしか出てこない。本当に、まあ先にね、 DJI ポケットっていうのがもう出されてる中で出すわけだから、何かこうこれっていうのをこう前面に出そうっていうこの意欲、それを製品化してしまうっていうところが面白いなと。で、一つはなんかちょっと思ったのは、幕開けっていうね、クラファンで出している理由も
様子を見てるんじゃないかなっていう側面はある。なんか広告展開も兼ねながら、どれくらい反応強いかみたいなので、伺っている気もしなくもないっていう感じ。ね。ね、DJI とかのポケット2とかって別にクラファンとかやんないし、もう本当に普通に出しますってやって、もうかなり売れるし、そうじゃなくて、そのフェイユーとして、そのポケット 2S を要は出した時に、なんだろう、値段も安い。なんだろうな、画質はちょっと落ちる。けど、あくまでも電子ジンバルだから、まあ、それとなくブレないし。っていうところで、これ面白いでしょっていう、そういうギミックも乗っけてきてて、うん。ただ、どこまで売れるかっていうところでの、なんかクラファンなのかなって気もしなくもない。うん。ただ、そういう意欲的なことを今のクラウドファンディングっていう仕組みを使って、製品化した上でユーザーの動向を見ようかなとしてるんだとしたら、それがやっぱりすごいことだなって思う。うん。なんかね、今の国内メーカーにはできないアプローチかなって思うので、そういうところが、なんか単純にすごいなって思ってしまうかな。うん。これはね、意外と、僕からするとやっぱり、意欲的なガジェットだし面白いなっていうのが本音。まあただもうちょっとそこ、なんだろう、突き抜けられたら面白かったかなと。でそれが一番は、僕はケーブルが仮になかったらすごいなと。もうちょいでかくなってでもそれができたら結構面白いし、まあいろいろと有効活用できるだろうなと。その範囲はね、そんな図抜けて遠くまで無線で飛ばなくてもいいとは思うんだけど、なんかね、有線っていうのが結局縛りがすごく結局あって、それを活かすシチュエーションがなかなか僕の中では見出せなかった。結局全部 GoPro に置き換えられちゃうなーっていう感じだったなー。うん、そんな感じでした。はい。ね、ちょっと惜しいっていうのが僕の感じでした。はい。っていうことで、ね、愛も変わらず、触ってもいねえのに好きかって言ってるけど、まあまあまあ、でも僕のこの、なんだろうな、見てて思ったことを言うだけのチャンネルなんで、でも本当そこかなって思う。いいんだけどね、こういうところ、こういうなんだろう、ちょっと、うわ、面白いって思うようなアプローチを平気にこの製品化して世に出してくるっていうのが、世に、なんだろうな、こう、意義を説いてくる、こう、中国企業が本当面白い。こういうのは逆に中国企業だからこそできるのかなとも思っちゃうし、本当そこのセパレートが生きるシチュエーションがね、見出せる人だったら結構面白いと思う。僕は本当全部思い浮かべたものは、GoPro でいいじゃんなっちゃったんで、なんかこう、って感じ。これが無線だったら GoPro じゃできないこともすごい出てくるから、一気に変わる気がしました。もしかしたら FayU Pocket 3っていうのが出るんだったら無線なのかもしれない。そしたら結構面白いかな。面白いなと思う。もっと面白いと思う。まあ、やってきそうなところが怖いな。はい。まあ、こんなところで相変わらず、だらだらと好き勝手なこと言って、ディスってんのか褒めてんのかようわからん動画ですけど、はい。こんな感じかな、僕が喋ると。はい。ということで、また次の動画でお会いしましょう。では。